私の名前はトトリ。モンスターとの戦闘中、突如異世界鳥取へ飛ばされたわけで、元いた場所とは違う異世界鳥取で OL をしている。転生したら死がない OL になってたけど、鳥取を満喫することにしました。略してテントリ。鳥取の美味しいものをたくさん紹介したいので、ぜひお越しください。食の都推進課前田。前田さんはどこかなと。あ、トトリさん、ここです。前田です。おお、なんとわかりやすい。鳥取県食の都推進課の前田と申します。今回は食の都鳥取県特産品コンクールのご紹介をするため、こちらへご招待しました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。食の都鳥取県特産品コンクールとは、鳥取県の食材を使い、その特徴を生かした加工食品の中から優れた新商品を表彰 PR するもので、平成20年から毎年開催しているんですよ。鳥取の食材は美味しいものばかりだから、加工品もきっと最高に美味しいんだろうな。これまで数多くの商品を表彰しています。惣菜や飲料等の4部門で合わせて37の商品を表彰しました。37商品も？各賞を受賞した商品は様々な場所で購入できますので、このロゴマークを目印に探してみてくださいね。こちらが各部門最優秀賞の受賞商品です。そしてこちらが牛骨炊き出しスープ白いおでん、総合グランプリも受賞しています。さて、次回テントリはこちらの商品について開発の裏側やこだわりなどを紹介します。お見逃しなく。ちょっとちょっと前田さん、それ私のセリフなんですけど。明けましておめでとうございます。受賞商品の試食したかったな。番組の尺的に難しいっていうから仕方ない。次回は絶対食べてみせる。特産品コンクールのその他の受賞商品や詳しい内容は鳥取県特産品コンクールで検索。来週も転生転生、またねー。